西の浦温泉西の浦温泉は、三河湾へ突出した西の浦半島に開発された温泉地である。1953年に開け有した。愛知県蒲郡市には複数の温泉地がある中で市内最南端に位置する。三河湾に突出した西の浦半島に開発された温泉地であり、海が望める半島の海岸や斜面や高台にホテルが林立している。 なお、白車の海岸が見られ、付近は海水浴場としても開放されている。典型的な交楽温泉であるため、熱海温泉になぞらえて、東海の熱海の異名を持つ。ただし、陥落的要素は薄い。温泉街への交通アクセスは悪くなく、旅行やレジャー等の観光拠点として利用されてきた。ただし、愛知県内では長らく知名度が凍った。 西の浦温泉も2015年現在では愛知県内の新興の温泉施設に押されている状況にある。そこでインバウンド需要の取り込みに注力している。2006年に西の浦温泉会有50周年を記念して西の浦温泉の温泉街の各所に7福神像が置かれた。西の浦半島一帯は古くは 歌書きとして利用された場所の一つであり、万葉の象形などが観光資源として一役買っている。しかし、温泉の歴史は新しく、1953年に開け輸した。ただし、西の浦温泉の営業開始は、1954年8月12日に、湯本西の浦温泉株式会社が設立されてからで、ある。a b 山村順次、47都道府県。 温泉百貨 p 1 8 1一丸0出版2015年12月30日発行 ISBN978 から4から621089965山村順次47都道府県温泉百貨 p 1 8 0丸1出版2015年12月30日発行 ISBN978 から4から621089965ありがとうございます